はいどうも、エルザです。それでは嘘つき姫と盲目王子やっていきたいと思います。さあね、前回食べたらみたいなね感じになったけど、まあこれからどうなっていくのかだよね。石持たせることができるらしいんで持たせて、でも狼になって叩けば今のいけたね。おお、すごい、こんなところにあった。あ、これ絶対危ないやつ。なんかそういう感じなのかなと思ったんだけど、わざわざ下ろすってことはね。あと今みたいに柱があるときは上まで見るのいいかもね。高さの上限が決まってるからね。ほっ、よし。さてこっちは特にはいける感じはないね。あー、そうか、こういうところに落とさないという意味ではありなのか。どっかにああいうスイッチがあるはずなんだろうけどね。ほっ、これだ、よし。特になしだね。よし、 OK だね。ね、進んでいって、いや、お花畑がね、意外とギミックが見つからないっていうね、ことが多いんだよね。こっち、おお、それはいくらなんでも、それ卑怯だな、今のは。初見殺しすぎるわ。かったなー、それにしても。さあ進んでもらって、よし、これで OK。キノコのジャンプの高さはそこ次第なのかな。全部違うよね。お、そろそろゴールっぽいかなと思ったら見えてきたね。はい、降りる。あ、じゃああれを王子行かせるか。あ、でこっちが上がると、離すと上がる。あー、これを掴んでもらって、お、いいね。であっちでしょ。あー、これ叩くか、わざと。ほい、オッケー、よし行こう。ほい、嫌な感じのキノコだな。行こう行こう行こう、よしよし。おー、音楽変わったね。さらに奥に来たって感じだね。ん、なんだあれ。あー、でも行くしかない感じだね。あー、ワープすんのか。これちなみに、あー、ワープするんだね。まあ、いける感じではないか。なんかね、通り抜けてっていう距離感もあるしね。な、
んか急にこの不思議な感じというか、あ、ちなみにこれ左でジャンプすると、あ、そっちに行くのか。あー、やっぱ行けない。じゃあそこの途中花びらがあったけど、あれはもう無視する感じかな。中出てる。はあ、狼になるとっていうやつか。逃げろー。はあ、テレサ的な感じだね。え、あれどうやって取るの？あ、でも近いところでって感じか。あ、攻撃してくるね。んじゃ、試しに。あ、降りれるんだね。結構思い切った行動必要になるんだね。あー、むずいな、そう考えると。で、下はあんな感じで、あ、上はこれだけか。はあ、いや、これあれだね、何回も落ちて落ちて理解するしかない感じだね。はあ、なんか変なのぶら下がってるしね。これで乗って降りてあげて、で連れていくと。あ、結構どこそこ飛んでいってるな。お、1つと2つ2つと3つ3つと1つ掛け合わせた道は開かん。掛け合わせた道か。はあ、1つと2つだったら2だね。2つと3つ2、3が6。3つと1つで、はあ、2、6、3? あ、そんな感じだね。2、ちょっと動くんだよね。ピョーンって飛ぶのよ。やったね、263。んじゃ、まだいけそうだね。おお、なんかそれっぽい場所来たな。夕暮れを過ぎた頃、森の切れ間に
湖を見つけました。湖面には赤い夕日が反射しキラキラと輝いています。見晴らしがよく安全そうなここで二人は一晩過ごすことに決めました。夕食後二人は他愛のない話をして過ごします。王子はいろんな本を読んでるのね。そうだね、二人でできる遊びの本とかもあったよ。え、二人でできる遊び？どんなもの？いつも一人で遊んでいた姫は二人でできる遊びに興味津々。王子も姫が興味を持ってくれていることが嬉しかったので喜んで遊びのルールを説明しました。そうすると勝ち負けが決まるのね。わかった、やろう。勝負事と知った姫はその遊びをすぐにでもやりたくなってうずうず。じゃあ負けた方が勝った方のお願いを一つ聞くことにしよう。いいわよ、絶対負けないんだから。勝ち気な姫はすでに勝ったような気持ちです。負けた、ボロ負けです。姫は歯を食いしばり目に涙を浮かべるほど悔しがっています。王子は私が知らない言葉いっぱい知ってるのねたくさん本を読んでいるから。王子は照れくさそうにはにかむと姫の方をうかがうように声をかけます。じゃあ勝ったからお願いをしてもいいかな。うん。勝負に負けたことで頭がいっぱいだった姫ですが、王子の言葉に小さくうなずくと背筋を伸ばして彼の言葉を待ちます。姫の歌が聞きたいんだ。王子が少し照れながら言います。え、歌？王子が舞を聞きに来てくれた歌声は姫の姿と引き換えに魔女に差し出してしまいました。それから姫は王子との旅に夢中で一度も歌ったことがありません。自分の歌声が一体どんなものになっているのか想像もつきませんでした。僕、姫の歌声が好きだから歌わないと怪しまれるかな。追い込まれた姫は思い切って歌ってみることにしました。その歌声はあのよく響く綺麗な歌声と比べると見る影もなくひどいガラガラとした声でした。王子は変わり果てた姫の歌声にキョトンとしています。ごめんね、旅の疲れで喉の調子が悪いみたい。治ったらまた歌ってあげるから。姫はひどい歌声をごまかすために嘘をつきました。あ、そうなんだ、ごめんね、無理やり歌わせちゃって。それなら早く寝て体を休めなくちゃ。王子の優しい気遣いが嘘つきで後ろめたい姫の心をチクリと刺しました。夜も更けて王子は深く眠っていますが、狼は眠れないままでいました。狼はとぼとぼと湖のほとりを歩いています。
今や狼の胸の中は不安でいっぱいでした。化け物と人間が仲良くなれるわけない。ヤギに言われた言葉が頭の中を駆け巡ります。姫の姿でないと、嘘をつき続けないと王子と仲良くできない。王子への思いと嘘を重ねる醜い自分、不安な気持ちをかき消すように、狼は水面をパシャリと叩きつけました。広がり、そしてゆっくりと収まっていく波紋。湖を覗き込み、水面に映る化け物の姿を見て、狼は大きなため息をついて、湖面をもう一度かき乱すのでした。いやーなんかあれだね、こう仲いい感じを見てるだけあって、なんか切ないよね、姫の方がね。まあでも、ヤギに言われた言葉が相当来てるし、で、かつ歌声もね、だいぶやばいことになってたんで、どうなっていくんだろうね。まああとは無事魔女のところまでたどり着けるかっていうところだね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。